使ってないですからね。ガソリン一滴も使ってない状態ですよね、これ。はい、やっぱやめられないですよね、ハイブリッド。お疲れ様です。東川でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、プリウスのこの B モード、はい、これでずっと走ってみたいと思います。ちなみにこのプリウスの B モードなんですけど、どちらかというと坂道とかでそのエンジンブレーキがよく効くように、まあ、使うっていう感じですよね。まあ、その他にもそうですね、まあ、あまりブレーキ踏みたくないとかそういう感じの時に使う方が多いと思います。もともとその説明書とかではそのエンジンブレーキを強く効かせたい時とかに使用しますというふうに書いています。じゃあ実際この B モードでじゃあずっと走ってみたらどうなるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。これ走る分には普通に走るんですよね、はい、例えばマニュアル車とかあとオートマチック車では1とか2ですよね、はい、だとなんかずっとローギアで走ってるような感じするんですけど、このプリウスの場合はこの B モードは特に普通に走っちゃいますね。普通にアクセル踏んでる限りは、はい、普通に走ります。まあ、でもそのアクセルをですね、まあ、ちょっとでも緩めるとまあエンジンブレーキがかかるような感じですね、はい。まあ、その分多少はまあ回生ブレーキが強く効いてるのかなって感じはしますね。まあ、でも一人で乗ってる時はいいんですけど、その、まあ、同乗者がいる時なんかだとアクセルもう戻しただけでもガクンってなるので、結構不愉快になるかなと思います。まあ、これ本当に普通に B モードで走ってるんですけど、アクセル踏んでる限りは普通に走ってます。まあ、でもこうアクセル戻しちゃったりするともうエンジンブレーキがすごいかかりますね、はい。あ、でも たまにですね、その、まあ、B に切り替えてそのまま忘れてずっとそのまま走ってたっていうのも、まあ、たまにはありますね。バッテリーが満タンになります。でもこれなかなかねいっぱいにはならないですよね。でも今までそのこのバッテリーが満タンになった時っていうのは冬ですね。冬にそのヒーター全開になった時なんかだとなりやすいですね。あと筑波山とかそういうところでずっと下ってきた時でも、うん、あまりならな満タンにはならなかったような気がしますね、はい。今これアクセルオフにしてます。はい、ずっとこうブーッとエンジンブレーキが効いてます。エンジンブレーキっていうのも変なんですけど、あ、これすごい、これ20じゃないですか。30、50、20、30、50すごいです。これでプリウスアルファもあればコンプリートっていう感じですよね。面白いですよね。なかなか絵になりますね。まあ、30もねこの相場安くなってきたんでだんだん買いやすくなりましたけど、50はね、まあ、やっぱまだ現行モデルっていうのもあるので高いですね。これ今前走ってるの多分これ前期型になりますね。後期型との違いはちょっとテールランプが
違いますね。あとまあフロントバスクもね多少は変わってますけどね。で実際そのプリウスの場合この下り坂でそのエンジンブレーキを効かせたい時っていうのもあるんですけど、実際プリウスの場合その下りで走ってる時、まあ、下り坂が長い時っていうのはそのブレーキその踏みっぱなしで大丈夫らしいんですよね。でなぜかと言いますとこのプリウスの場合ですと大体30キロ例えば、まあ、50キロぐらいで走ってて例えば減速で30キロが35キロぐらいまではその回生ブレーキで止まって、その35キロか30キロになるとやっとこう機械的ブレーキ、ディスクブレーキ、またドラムブレーキですねが効くような感じというふうによく解説されてますね。なので普通のこう走ってる時にそのブレーキ踏むとまず回生ブレーキがかかって、回生ブレーキがかかって速度が落ちてきて初めて普通の機械的、まあ、ディスクブレーキが効くような感じになってますね。でなので例えば長い下り坂をずっと降りる時なんかはアクセルじゃなくて失礼しました、アクセルならやばいです、ブレーキ踏みっぱなしで OK らしいですね。でそうすることによりましてその回生ブレーキがずっと効いて、まあ、バッテリーが満タンになると、はい、で普通の車で、まあ、ずっとブレーキ踏みながら坂を降りてくるとブレーキがフェードしてしまうんですよね。ブレーキが熱を持ってしまいまして効かなくなってしまう、最後に効かなくなってしまうっていう感じですね。それになってしまいますので、まあ、普通の乗用車だとブレーキ踏みっぱなしでその下り坂を降りてくるっていうのは無理なんですけど、まあそういう時はエンジンブレーキを、まあ、併用するっていうか感じなんですけど、プリウスの場合ですとブレーキ踏みっぱなしで OK です。そうすることによって、まあ、電気バッテリーも充電されてって感じですね、はい、でその下り坂でずっとブレーキ踏んでる間はその回生ブレーキしか効いてないので、大丈夫です。まあ、そういった特性がある車ですので、面白いと思います。まあ、プリウスね、その最初は、まあ、遅いからつまんねえだろって思いましたけど、まあ、実際にそのいい燃費を出すとか、まあ、そういうのにハマってしまいまして、なかなか面白い車だと思いますね。そうですね、まあ、プリウスに興味あってこれから買おうっていう方たちにはなかなかおすすめな車だと思います。まあ、ハイブリッドね、いろいろ出てますけどね、ホンダとかからも、ホンダと日産ハイブリッドは、まあ、一応あることはあるけど、 e パワーとか、そうですね、やっぱりトヨタのハイブリッドは一番面白いんじゃないですかね。はい、とそうですね、結局 B レンジっていうのが本当に長い下り坂とかで使うぐらいしかないので、どっちかっていうとエンジンブレーキがかかってしまいます。でそれがですね、なんか回生ブレーキじゃないっぽいんですよね、はい、なので B レンジっていうのはまあ使わなくてもいいんじゃないかなと思いますね。でまあその坂道を長く降りると、まあ、ブレーキがフェードしちゃうんじゃないかっていう感じで、まあ、B モードっていう選択なんですけど、まあ、実際プリウスの場合はそのブレーキに足を乗せたまま、ずっと降りてっても大丈夫ですので、その分ちゃんとバッテリーに充電されますので、回生ブレーキで、はい、でいいと思いますね、はい、
と今回は以上になります。はい、いつも最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。それではまた。